皆さん、こんにちは。今回は、YouTuber でタレントとして活躍するフワちゃんの違約金 1.5 億円や逮捕、現在の様子や反省してないのではないかという声について紹介します。フワちゃんは4日、お笑いタレントのやす子が X で2日に投稿した。やす子オリンピック、生きてるだけで偉いのでみんな優勝ですとのポストを引用し、抽象的な言葉を投稿しました。すぐに削除するも、そのスクリーンショットが拡散され、ネットで大炎上する事態となっています。その後、8月11日にこの度の件の責任の重さを考え、一つの区切りとしてしばらくの間芸能活動をお休みさせていただくことにしました。活動休止期間は自分のことを見つめ直す時間にできればと思っております。反省して精進しますと芸能活動休止を発表しています。やす子への暴言から始まった騒動は、看板ラジオ番組の降板や CM キャラクターを務める CM の YouTube 動画が削除、レギュラー番組で姿やコメントを消される編集が施されるなど、ほうぼうに影響を及ぼしているといいます。今回のような場合に発生する違約金について、気になる方も多いのではないでしょうか。22年からフワちゃんを Google ピクセルの CM に起用していた Google が、他社を尊重しない行為に関しては厳格なポリシーを有していますといち早く動画を非公開にしました。さらに契約については、今後 Google のポリシーに沿って適切に判断いたしますとしています。有名人の場合、逮捕や不倫の発覚だけではなく、最近は SNS での不適切発言も起用した企業にとっては大きなイメージダウンにつながります。そのため、契約時にあらかじめ問題が起こった場合の違約金が定められている場合が多いそうです。大手広告会社社員は、一般的には最大でも契約金の5倍程度、契約金は売れっ子クラスだと3000万円が一つの目安になり、今回の場合を当てはめるとすると最大で 1.5 億円程度の違約金が発生することになりますと説明しているといいます。いずれにしても、もし違約金が発生するような契約であれば、億超えは避けられのではとの見方ですが、フワちゃんの場合、あれだけの知名度を誇りながら不適切投稿時点での CM は1社だけです。その点では不幸中の幸いとも言えそうですが、それがそうとも言えません。外資系は CM のギャラも高いため、それに伴い違約金も相当な額になるはず。しかも、一言で違約金といっても、起こした問題の内容によって細かく設定されている場合が多いですと前出の大手広告会社社員はコメントしています。例えば、自動車関係の CM 出演中の当て逃げ、アルコール飲料の CM 出演中の酒絡みの暴力事件といった具合に、その企業の製品やサービスと関連性がある場合、違約金が高く設定されていることも珍しくないといいます。先ほどの大手広告会社社員は、大手 IT 系との契約の場合、 SNS での暴言のような不適切投稿はかなりまずい、同じ騒動なら既婚男性との不倫の方が請求される違約金は少なく済んだかもしれませんとも語っています。つまり、今回のようなケースは、通常よりも高額な違約金を請求される複数の条件を満たしていることになります。また、リーゼント刑事の愛称で知られる元刑事で犯罪評論家の秋山博康氏64歳が7日に自身の YouTube チャンネルを更新し、フワちゃんの炎上騒動について言及しました。秋山博康氏は、絶対あかんと厳しく注意しながら、下手したら逮捕事案に発展する可能性もある、何罪に抵触するかというと、侮辱罪、名誉毀損罪、ひょっとすれば脅迫罪と指摘しました。また、逮捕事案と任意事案の違いなんやけど、今回は逮捕事案の可能性はあります。すぐに投稿を消すのは証拠隠滅ですから、任意事件と逮捕事件の違いというのは、法律上逃亡の恐れがあるか、もしくは罪証隠滅の恐れがあるか、逃走したりっていう恐れがあった場合で逮捕するわけ、逃げてなくても削除したという証拠隠滅と捉えて、
普通であれば名誉毀損罪もしくは侮辱罪で逮捕事案に該当すると自身の見解を語っていました。これはあくまでも安子ちゃんが警察に被害届を出すとか他の公務員関係者が告発とかした場合ね。今回はお互いが有名人同士なので謝って済むかもわからんけど、私の刑事の目からしたらこれは逮捕事案として捜査を展開しますねとも語っていました。概要欄でもふわちゃんへの批判というより安易な行動が犯罪になるということを見ている方に認識してほしくてあえて配信しました。安子さんが訴えない限り逮捕はありません。ふわちゃんがしっかり反省して次に早く踏み出せるように頑張ってほしいと思います。秋山&スタッフと綴っていました。投稿後すぐに安子にお詫びの文を出し直接会ってお詫びしたことを伝えたふわちゃんですが、その言い訳も真実と思えないと SNS で話題となっているといいます。この文に対し SNS ではそもそもアンチコメントを書いて遊んでることもその仲間もすでにヤバいとのコメントも見られました。かえってこの言い訳を書かずにいつもの毒舌でうっかり言い過ぎたと謝った方がみんなが納得したのではとも聞かれます。さらにはこの言い訳を単純に信じる人がどれぐらいいるのかとも言われています。この謝罪文に対し橋本弁護士はそもそも何が問題か分かっておらず論点が違うと指摘しています。橋本弁護士はふわちゃんがアンチコメントがついたらと釈明していることにも謝罪文は不適切投稿を送信してしまったことを問題にしてるけどそこじゃないんですよ、あの文章を書いてしまったことが問題、それなら最初から書いてしまってということを正直に言って謝ってあとはスポンサー判断に委ねるしかないと思いますと話し、そもそもの謝罪ポイントが違うと主張しました。つまり反省すべきところをやはり分かっていないのではないでしょうか。直後に海水浴を楽しむ様子を挙げたのもあまり悪いことをした意識がなかったのかもしれません。この海水浴仲間は悪ふざけの時にはいなかったから関与していないと言っていますが、タイミング的に他の仲間と誤爆時間にいたと思えないとの指摘も多いようですね。さらにこの親友もふわちゃん以上に過去にひどい投稿を繰り返していることが再燃しました。今回親友として出てきた加納さんが過去にふわちゃんの芸人時代の暴露をしており、事務所にたびたび反省文を書かされ上に響く反省文の書き方をマスターしていたそうだから、今回もいつものようにテクニックだけで反省はしていないらしいという声も上がっているといいます。また句点が怖い世代という文章に当点は打つが句点を打たないのだが、反省文になった途端句点があるためマネージャーが書いたか誰かの代筆の可能性も言われています。またアンチコメントを出すつもりはなくふざけて書いただけという説明が納得できない理由として、ただアンチコメント書いてみただけなら安子さんのコメントにリツイートの形をとって記入する必要はないでしょうという声もあるそうです。このように本人だけでなく親友にも飛び火するほどネットで大炎上する事態となったふわちゃんですが、後に自身の X の有料会員に向けて誹謗中傷マジ余裕マジ意味不明、あのラジオでやってるヤフコメ民のノリですアホだよななどと今回の騒動に対する愚痴とも取れるようなメッセージを発信していたのではないかと X で拡散されました。この疑惑にネットでは本物なのだとしたらいろいろとひどいし、やっぱり特に反省してないことが伝わる、個人的にはもうこの先ふわちゃんは帰ってこなくていいです、ふわちゃんは反省なんてしてないと思ってたから予想通りだね、サブスクとはいえ表に出してしまうところがバカすぎるなど厳しい意見が並ぶ一方で、今回明らかになったメッセージは休止宣言前のもの、あくまで自分のファンに向けての言葉と擁護する声も散見されました。ふわちゃんは現在無所属フリーランスのお笑いタレントです。フリーになった理由は破天荒なふわちゃんなので会社に所属していると迷惑をかけるからと話していました。
過去に所属していた事務所に今も所属している事実はありません。にもかかわらず事務所からのコメントと報じられたのは、フワちゃんが自分で新たに立ち上げていた事務所である可能性が高そうです。2023年から2024年のフワちゃんのタレント活動を見てみました。するとレギュラー番組が次々と減っていますが、フワちゃんが降板しているのではなく番組自体の終了によるものばかりでした。レギュラーが減っているのはフワちゃんが原因ではないようです。新たなレギュラー番組が増えていないのは海外移住への調整かもしれませんね。フワちゃんは2024年4月から海外移住して日本と海外を行ったり来たりした生活をしていますとコメントしていました。お仕事は引き続き行き来をして続けるそうです。もともと海外に住むことは夢見ていたため、節目の年ということで踏み切ったそうです。フワちゃんが現在どこにいるのかについては、アメリカ、ポルトガル、キューバなどたくさんの国と地域に住むようです。フワちゃんは現在どこにいるのかはその時の動画投稿などでわかると思います。いかがでしたか？今回は YouTuber でタレントとして活躍するフワちゃんの違約金 1.5 億円や逮捕、現在の様子や反省してないのではないかという声について紹介しました。芸能人は人前に出る商売です。故に一般人以上に自身の行動、言動を律することが求められそうですが、芸能界にフワちゃんのようなキャラは皆無なだけに、また元気に復帰してほしいものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。